熱血コンサル基礎産業。皆さんこんにちは。皆さんこんにちは。基礎コンサルティンググループ会長の山本と3代目です。よろしくお願いします。3代目山本正史です。よろしくお願いします。今日から新シリーズということで、あの教えて初代三越伊勢丹ホールディングス決算解説というお話をします。あのこれ以前にアンケートを4つぐらい取ったんですけども、かなりあの皆さんの関心が高かった話題なんですね。でこれがどうして話題になったかというか、皆さん関心が高かったのかという話なんですけども、これなんですよね。あの410億円赤字をまあ出してて、あの休業時短が続いてるから、まあ、2021年3月期赤字でしたよっていう話と、今あの緊急事態宣言がずっとこう続いてる中で、今回もあの三越伊勢丹は営業範囲を拡大したっていう話があるんですよね。これが時短をしなさいと言われてるにもかかわらず、どうしてその営業拡大しないといけないのかっていうことと、この会社実はものすごくリストラしてるんですよ。あの前回の動画でもかなりまああの反応が良かったんですけども、ここの部分をちょっと皆さんと一緒に勉強してですね、企業ってどういうふうに変わっていかないといけないのかということがよくわかると思いますので、今日はこれを3代目と一緒にやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではちょっと早速始めていきたいんですが、今日はこのことをやります。あの結論、この会社ここがすごいっていうところがあるんですね。それとあとコロナ前と後で変わったこと、変えること、今回あの要はものすごくまあリストラしてるところがあるんですけど、そういう趣旨っていうのがあるんですね。あと多分この先こうなる、ここを参考にしてほしいっていうこととまとめてお知らせがありますので、よろしくお願いします。まず最初に、あのこの会社ここがすごいっていうのがあって、あの売上が下がっても現金が増えるんですね。普通売上が下がったら現金は減るんだけど、この会社は売上が下がっても現金が増えるっていうところが特徴を持ってます。もう百貨店じゃないんですよね。ここの部分についての話があるのと、あとまあ正しい業態転換をしているということになるんですが、じゃあまずちょっと3代目から売上が下がってどうして現金が増えるのかという解説をしてもらいます。はい、売上が下がって現金が増える仕組み1ということで、まず1つ目なんですけども、売上、上の売上を見てもらうと、8160億円という、ここに書いてあるのが、2021年3月期の売上です。で、1兆1191億円っていうのが2020年3月期なんで、1年前の決算の数字なんですけども、見ていただくと分かるように、1年間でだいたい 27% の売上減少、まあ、大きい数字ですね、減少になりました。ただ、右下の現預金というところを見てもらうと、まあ、決算見ると、2020年3月期去年、昨年ですね、前期の前々期の決算だと743億円の手元預金があったんですけども、今回の決算で1000億円、まあ、1000億円に現預金増えてましたよ。で売上減ってるんですけども、まあ、大体260億ぐらい現金が増えてますよっていうところがあります。でこれもちろんまあ借り入れ金がまあ増えてるっていうところもあるんですけども、左にあるようにこれ売掛金、在庫、繰延税金資産がそれぞれ30億、120億、70億減ってます。これは資産の部分が減ってて、負債の方ですね、買掛金のところが34億円増えてますよということなんですけども、まあこれを簡単に言うと、まあ売掛金のところでお客さんからまあもらわないといけないお金ってまだ現金になってないものっていうものを下げる、低く、減少させるっていうことは、もう早めにお客さんからまあ現金を回収するっていうことなので、まあ手元預金っていうのが増えます。お客さんからもらってないお金を、現金としてもらうっていうものをことをやってるので現金が増える。で逆にまあ買掛金のところで言うと、お客さんに支払わないといけないものを増やし、支払わないといけないけどまだ支払ってないっていうものを増やすっていうことで、まあ、ある意味支払いをちょっとまあ先延ばしにしてるっていうことで、結果的には、まあ現預金が増えてると
というような形になってます。そうね、これも本当に経営改善というか資金繰り支援ってよく言うんだけど、これのもう基本中の基本というか、僕らあの企業再生コンサルなので、今あの要はかなりこう資金繰りがコロナで厳しいっていうお客さん多いんですけど、一番最初手入れるのここなんよね。売りかけもらうところのリードタイムどれだけ短くするかっていうのと、支払いどれだけ伸ばすかっていうと、伸ばせば伸ばすほど要は現預金って作れていくっていうところで、これもう何年もこの会社取り組んでて、財務部がかなりまあ優秀な証拠なんじゃないかというふうに思ってるんですね。でもう一つ、そのこの会社すごいところがあって、販管費、よく人件費とか家賃とかそういうところのコストカッターがいるんだよね。これコストカットがすごいね、この人、この人がこの会社がね、すごい。実は販管費3070億円もともとあって、この3070億円という数字もまあまあ絞ってるんですよ、これ。実は言うと何年か前から見るけど、そっからさらに売上が下がったっていうのもあるんだけど、まあ、これだけ固定費を削減するって言ったら、もうものすごいパワーかけて絞って、でこれだけ頑張っても、あの休業期間2ヶ月で103億円現金が減るん、ね、で僕今回初めて知ったんだけど、このコロナ損失っていうのがあるね。コロナで要はダメージを受けた部分は特別損失として計上してもいいというこれね、話があって、でこれとあと減価償却費の23億円を引くと、まあ、103億円休業期間の間で売上が立たない、まあ、要は利益が上がらなかったから、まあ、現金が減りましたということがあって、逆に言うと193億円これ人件費削ってるんね。なんだけど、あの103億円現金がたった2ヶ月間で減ってしまうから、今回の休業を受け入れたくない理由っていうのはここにあるのね。だからまあこれだけ1年間こうすごく絞って不況が来ると言われてる中で、こんだけ頑張っても政府がこっちに行けという話になって、そっちに行かざるを得なくなってしまったから、まああの現金が減った去年は、でも同じことをもう繰り返したくないというところがあるから、まあここに行き着いてる、今回の休業を受け入れたくなかったっていうところにまあ行き着いたのかなという見解なんですよね。でこのまあ、193億円のこの構造改革っていうのが多分3代目も分からんのじゃないかと思うんだけど、実際のとこ何をしてるんだっていうところはちょっと疑問で、今回ちょっとここは将来に聞きたいということで。そうですね、これね、皆さんも昔あのプロ野球の球団があの狭い球場から広くなったりとかしたの覚えてますかね。まあ3代目はちょっと分かってるかどうかあれだけど、まあ、例えばあの中日ファンだから名古屋球場がね、あの今バンテリンドームっていうドームになってるんだけど、広くなると、その要は今まで打ってた4番打者とかが足が遅いわけ。そうすると球場が広くなると、その守れる人がいるから、まあなたいりませんよという話にまあなるというか。じゃあ百貨店ですごいエース級っていうようなものを売る人よね。だからでもそういう人っていうのが、要は会社の構造が変わったから、まあ、いらなくなったというか、ポジション替えとかするんだけど、やっぱりその新しい方向性の要は人材を確保して、古い人は要は辞めてもらってっていう、こういう構造改革を今やってるところなんでね、まあ、会社としては仕方がないというか、ということが起きてる。じゃあその球場が広くなったっていう理由は何なのかというと、こう具体的に言うと、これなんよね。もう百貨店ではないの、この会社。実は。で、これちょっと見てもらったらありがたいんですけども、百貨店の売上高の推移っていうのがあって、で、2018年、まあ、3年前ね、訪日外国人3000万人突破してる。で、こんだけ要は百貨店の売上かなりうまくいってるっていうか、もうあのインバウンドでね、あのいろんな人が中国の人とかもたくさん買ってくれてたにもかかわらず、ここの百貨店売上高って前年比減少してるんだよね、この会社ね。だから要は結果が残せなかったの。インバウンドが増えても百貨店の売上が変わってないということ、今までの国内のお客さんだけを相手にしてたっていうことになってるから、新しい方向性に行かなかった。でそのクレジットとか、まあ、金融友の会とか、あとこの要は不動産業っていうところは、まあセグメント利益っていうのを上げてるんだよね、ここ見てたら。
だからこの売上の利益構成見てると、この百貨店の利益構成ってもう他に抜かれちゃってんだよね。だから三越伊勢丹は今後その金融と不動産っていう方向にやっぱり行きたいの。それなんでかというと、これ分かる3代目として。なんでこのこっちに行きたいかっていう理由。こっちに行きたい。うん。要は不動産と金融に行きたいっていう。まあ、特に不動産とか特にね、そうなの。うん、まあ、立地がやっぱり百貨店っていいっていうのはイメージがあるんですけど、そこを生かすということなんですね、うん。これとよく似た会社あるよね。なんかあの、なんかシナリオ書いてた時に、東宝でしたっけ？そうそうそう。東宝なの。同じような感じだった。そうそう、日常が変わって、あの映画って昔庶民の娯楽だったんだけど、それがもう変わってきて、で、不況に強い業種ってやっぱ不動産なんよね。なんだかんだよって。足が長い。だから回収までが長いから普通の業種というかが、まあ、不動産には行きにくいんだけど、三越伊勢丹はもともと一等地に物件を持ってて、そこを横展開させるのに、まあ、不動産っていうのをやってて。あと、友の会っていうところでいろんなね、全国共通百貨店のなんかあるじゃん、商品券とかさ。結局、要は金融なのよ、あれって。あのチケットをね、例えばもう 10% ぐらいの誤差でこう、あの買ったり売ったり言うだけでも相当まあ儲かるから。それはどうしてかというと、その三越伊勢丹を使ってくれるお客さんってもともといて、そのお客さんを使って金融をやるっていうことができてるから、何もそのクレジットと不動産業をやってれば、もう百貨店って早い話、もう縮小でもいい。まあ、今回の今期なんか特にそうよね。ここが赤字で、でここがまあ黒字で、こういうふうな形で、でまあ、最後のその他っていうのは、これあの、エッセとかやってたよね。確かね。で、エッセは TBC に売却したんですよ。だから、実を言うと、ここを売ってしまったら、ここもトントンだから、と考えると、もう百貨店売り上げっていうのは、早い話で縮小でもいいのかな、というふうに彼らは考えてて、じゃあそこにいる人、要は一騎打ち戦で物を売る人っていうのは、逆に言うと、そんなにいても、その効果が上がらない、っていうところがあるから、どんどんその、要は金融とか、まあ、査定ができる人であるとか、例えば不動産のその入居、要はね、こうテナントを集めて、要は交渉する人とか、そういう人の方がいるってことになってくるのかな、というふうな見解があります。今期の着地予測も、あれですね、うん、百貨店はマイナスで、それをクレジットと不動産で埋めてトントンかなっていうような、あの説明を決算説明で社長がやられてる、そうだね、うん、だから結局この新しいこう日常に合わせるというか、あのいうところがまあ基本大事になってくる。車用産業ってたくさんあるんよね、まあ、ガソリンスタンドもそうだし、まあ、いろんなところがこれから車用産業になるんだけど、一番大事なことっていうのがやっぱり今ある資産をどう使うかっていうところが大事で、で今後こうなるっていうのがあるんですよね。百貨店はラグジュアリーブランド、時計、宝飾に特化してくると思う。やっぱり古いものって自分で値段決めれるじゃん。新品って値段決めれないけど、中古品とかアンティークとかっていうのはやっぱり自分で値段が決めれるのね。あと宝飾なんかも、あの有名ブランドの宝石って同じものでも、普通のノンブランドのものでも、こっちノンブランドだと100万円なんだけど、こっちは1000万とかね、ブランド量が乗ってくるから、こういうところにまあ特化してくるというか、振り幅が大きいところへも特化してくるっていうことがまあ想定されると。で、あと不動産と金融に注力するっていうところがあって、不動産はもう街づくり戦略なのね。一等地にあるわけだから、その一等地の価値を上げるために、自社物件のその価値を上げようと思うと、街づくりをどうするかというところから入っていってるというか。で、これも自分ところだけでやるんじゃなくて、いろんな多分ゼネコンとかと一緒にやるんだと思うんでね。で、あと金融っていうとソーシャルレンディングね。
今度まあ SBI ソーシャルレンディングとかやりたいなと思ってるんだけど、やっぱソーシャルレンディング事業っていうのは人からお金借りて人に貸すっていうかね。で、かつその案件ごとにこう、そういう投資をやると、投資も融資もやるっていうような事業。こっちにまあ、切り替えていくと。それはなんでかというと、現金持ってるか。ね、3代目もね。1000億すでに持ってんだもんな。200億円ぐらい。投資事業に回しただけでも相当、早い話、ソーシャルレンディング回しただけでも相当儲かる。しかも一人が管理する先数ってそんなにたくさん管理できるわけだから、金融に行った方が効率がいいっちゃいいよね。あと、不況に強いよね。不況ほど資金ニーズ高くなるからっていうのがあるのかな。じゃあ、今日のまとめになるんだけど、これね、経営改善の基本です。A を持って B ができますか？百貨店に集まるお客さん、百貨店の不動産、そして現金を積み上げてきたものを持って何ができますかっていうこと。そのためには過去の資産を横展開させるということが大事ですよと。これ今うちも結構やってるよね。なんか、小豆からお茶作るとかね、そんなもんやってる。じゃあまあ、あとここに資金がどうしてもいるんですよ。だから、そういうところでお悩みの方がいれば、弊社にお問い合わせくださいというところが今日の締めでございます。今日どうだった？最初の。初めての初代教えてコーナーですけど、ええ。いろんな会社をこうやってなんか噛み砕いていくと勉強にもなるし、日頃のコンサルの業務にも生かしてくると思うので、僕も学びながら視聴者の皆さんも一緒に勉強してもらったら嬉しいですね。そうね。今もういろんなちょっと会社があるので、皆さんもこれやってほしいっていうのがあったら、コメント欄に記入をお願いします。ちなみに今度はグローバルダイニングかな。ね。有料動画でちょっとやった時結構反響大きかったんですよ。だからこれはちょっとグローバルダイニングをやりたいなと思ってます。で、その次が島根銀行かな。ね、島根銀行面白いもんな。っていうのは、こういうちょっと普通こうシナリオで書いてるとなかなか伝えきれないものっていうのが、こういうふうにスライドで、要はセミナー形式でやるというか、こういう動画を今後はどんどんやっていきたいと思います。で、あと最後にね、お知らせがありまして、実際に経営改善できた社長さんインタビューさせてくださいということで、今回のような動画を作りたいと思います。イメージアップにつながればと思っております。うちが今、まあ少なくても1500から2000回で、だいたいまあ多い時でまあ1万から1万5000回、2万回ぐらいかな、という動画の再生回数を持ってて、で、割とコアな方が見ていただいてますし、こういうことをアピールしたいっていうのがあれば、この動画を使ってそのアピールすることもできますのでですね、ぜひ一度ちょっとご参加、我こそはと思う方がいらっしゃればですね、インタビューさせていただければと思います。こちらに関しては、ホームページお問い合わせ欄のその他というところがありますので、そこで入れていただければ、ぜひちょっとズームで打ち合わせをさせてもらえればと思っておりますので、よろしくお願いします。それでは今日は最後まで見ていただいてありがとうございました。ございました。次の動画もよろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。M&A で会社を買いたい、売りたい。サラリーマンをしていて、独立企業、副業で稼ぎたい。会社の資金繰りに困っている。銀行からお金を借りたいけど、どうしていいかわからない。そういった方はぜひ、概要欄に弊社ホームページのリンクを貼っておりますので、お気軽にお問い合わせください。お金の悩みは必ず解決できます。一人で悩まずに、まずは弊社にご相談ください。私たち基礎産業が全力でサポートします。